ではこれを踏まえて整数同士の除算の計算量を見積もります。一応なぜかこれをやるかというと、その中国十三法はもともと整数でのですね、計算を行っておりますので、割り算もこの整数同士の除算について、を扱っておりますから、ですので今回の計算量の見積もりもこの整数同士の除算の計算量の見積もりに進みます。まずですね、その除算に入る前に単精度整数同士の乗算がどのように行われていたかというのをちょっと思い出します。今整数 XY がありまして、これはどちらも N ビット、すなわち1ワードずつの整数だったとしましょう。でこの時に、X と Y の積を取った時ですね、その大きさはどのぐらいになるかっていうと、まあ、たかだか2N ビットもしくは2ワードとなっておりました。ですので、まあ、メモリの容量で言えば、その1ワードずつの数の積を計算した結果を格納するのに、まあ、2ワード分のメモリが必要だったということになります。で、まあ、これを逆にたどっていきますと、その、まあ、1回の除算ですね、1回の除算っていうのは、まあ、たかだかその2ワードの整数を1ワードの整数で割ってですね、で、1ワードの小や乗与を計算するという操作で、まあ、逆にですね、たどれるということが分かるかと思います。で一応ですね、この、まあ、これから考えるその除算の計算の単位としましては、2ワードの整数を1ワードの整数で割って、1ワードの乗与と1ワードの小を計算するという計算をこう単位に考えていくことにします。で、ここからはですね、その今の話を踏まえて、その単精度の整数でですね、その多倍長の整数を割るという除算のアルゴリズムをこう見ていきます。で、これはその入力としてはこの K ワードの多倍長数ですね、が与えられたとします。これが非乗数ですね。でそれからあと B が助数なんですけれども、 B は1ワードの数ということでこう与えられているものとします。でここでその出力としましては、C はこれは小ですね、小は K ワードの数、それから乗与はこれ1ワードの数ということで出力を定めておきます。今回ですね、その助数が1ワードの数ですよね。で乗与はその助数よりも絶対値が小さいはずですので、ですので乗与も1ワードの数ということになります。でこの単精度整数による多倍長整数の除算のアルゴリズムも中身はですね、先ほど説明しました1変数多項式の除算のアルゴリズムとよく似ております。ちょっとざっと中身を見ていきます。最初1番目のステップでは、これは非乗数ですね、非乗数の各係数をこの乗与の各係数にこう代入するということを行っております。で次に2番目のステップが繰り返しなんですけれども、ここでその、まあ、2ワードの数ですね、乗与のところの、まあ、一番上の桁から2ワードの数をこの B で割って、で、まあ、その小と乗与を計算するという形で、これ、まあ、とりあえずこの2ワードの整数を1ワードの整数で割って、小と乗与を計算するという計算をどんどん繰り返して行うということになります。で最後と、まあ、第3ステップで、繰り返しが終わったところで、この小とですね、小が C、それから乗与が D、これを出力すると、これをまあ代入して、最後4ステップ目でこれらを出力するということで、アルゴリズムが終わっております。で、まあ、この計算量もですね、その同じように、各ステップの計算量を見積もっていきます。
まず第一ステップですけれども、この第一ステップはですね、実際何やってるかというと、これ代入のみですね。代入のみですので、計算量に影響はありません。で、次に第二ステップではフォア分がありますので、ループの回数を見積もります。そうしますと、ここでは i が k-1 から0まで1ずつ減少しておりますので、ここでの繰り返し回数は k 回ということになります。したがって、このループの k 回は全近的な見積もりは θ の k と見積もることができます。で、次にこの2番の A のステップですね。この A のステップでは、その2ワードの数、ここにある2ワードの数を1ワードの B で割って、長と上位を計算しておりますので、まあ、これが序断1回という単位で数えていきますので、まあ、ここで序断1回発生しているということになります。その下はですね、B のステップではこれ代入ですので、計算量に影響はありません。それから3番のステップもこれ代入ですので、計算量には影響はありません。で、4番のステップもこれはリターン分ですので、計算量に影響はありません。ということで、その合計のこの場合の計算量は、ループが k 回で、それぞれのループの中で序断が1回ですから、合計の計算量は θ の k ということになります。で、k は何だったかっていうと、この与えられた非助数の長さですね、a の長さに比例するということが分かります。一応これをですね、この後、あと中国十三法の計算量の見積もりで使いますので、覚えておいてください。で、一応今回はですね、今回のその中国十三法の計算量の見積もりでは、その単精度整数による多倍調整数の序断のアルゴリズムは使います。それから、当然ながら、その多倍調数同士の序断の計算量っていうのもありますけれども、この多倍調数同士の序断のアルゴリズムはより複雑ですので、今回の授業では省略します。で、一応、計算量の結果だけ述べておきますと、こういう結果が得られております。A と B を多倍調数としまして、で、その A の長さが B の長さ以上の時に、この A を B である序断の計算量は、オーダーの A の長さと B の長さの積で抑えられるということが知られています。一応結果だけお知らせしておきます。はい。次にですね、拡張ユークリッド誤助法、もしくはただのユークリッドの誤助法の計算量なんですが、これについても今回テキストでは省略されておりますので、今回は省略しますけれども、一応結果だけ使うので述べておきますと、A と B が共に多倍調数であった場合に、その A と B を用いたユークリッド誤助法と、あと拡張ユークリッドの誤助法とも、その計算量はオーダーの A の長さと B の長さの積で見積もられるということになります。この辺はですね、一変数多項式の次数とこの多倍調数の長さっていうのが割と計算量の見積もりでは同じような量で出てきておりますので、ちょっと確認しておいてください。ここまでよろしいでしょうか。